안녕하세요하린입니다皆さんね最近お外に出るのも危ないじゃないですか私もお外には出れない状況ですしちゃんと Vlog っていうのが撮れてないので今日はこういう感じでお家でね皆さんに楽しんでいただけるような動画が撮りたいなと思ってカメラを回しましたインスタグラムの方で質問を募集したんですけどそちらの質問に答えていきたいと思いますほんまにめちゃめちゃたくさんね質問来ててどれ答えようかなって迷うんですけど今までの質問コーナーで返してないような質問に答えれたらなって思いますはいでは早速始めていきたいと思います得意料理は何ですか得意料理は基本的に料理得意ではないんですけど簡単な料理焼き飯とかカレーとかもうそういうのしか作れないですどっかで会ったら声かけてもいいですかもちろん声かけてくださいたまにね大阪帰った時とかに難波とかで声かけてくれて写真とか撮った子もいるんですけどめちゃめちゃ嬉しかったので見つけたらぜひ声かけてください蛍光ペンが好きだと言っていましたがどういうところに引いたり使ったりしてますかなんか色を2色ぐらいにしといて例えば先生が大事やって言ったところは黄色にして自分が大事やなって思ったところは紫にするとか色を分けてそういう感じで使ってます好きなペダルチップは何ですか私はポッサムがめちゃめちゃ好きですポッサムはペダルでしか食べたことない気がするスマホで勉強動画など撮る際どのように固定してますかスマホで撮るときは基本的にこちらの三脚セルカ棒にもなってでこう三脚にもなるんですよねこれでいつも固定してましたこれからはねこの今撮ってるカメラの三脚を頼んでるんですけどそれをお持ち歩きたいなと思いますまあこういうミニ三脚みたいなやつも基本的には使ってますハリンちゃんのリスナーのファンネームってありますかないんですよマジでこんなみんなに見てもらえると思ってなかったからファンネームなんてことを考えたこともなかってこんな風に言ってくれる方がいるんやったら考えたいなって思うんですけどもしいいファンネーム思いついた方はぜひコメント欄でね書いてくださいその中から選ぼうかなネイルサロンとか高いですか？いつもネイル可愛いです。今のネイル見してください。こういう感じのネイルです、今。もうだいぶ伸びてきてるんですけど友達にしてもらったネイルなんですよね日本に一時帰国した時に友達にしてもらったんですけど韓国で基本的にはしててでも3000円から4000円の間で収めるようにはしてますまあ折れたりとかしてたら追加料金かかっちゃうんですけど基本のデザインは3000円4000円のものをしてます他人に外見のことでひどい言葉を突きつけられましたハリンちゃんはそんな時どうしますか無視です別に何だろう他人にそういうことを言う時点でその人はマジでクズなので気にしなくていいと思いますパソコンは何使ってますかやっぱり韓国製の方がいいですかパソコンは一応サムスンのやつを使ってて課題用なんですごい性能がいいパソコンじゃなくて本当に課題用とかだけなのでサムスンのやつやけどまあ4万ぐらいのを使ってるんですよね私はだから編集用にパソコンが欲しいなと思っててそういうのを考えたらそのスペックの高いものがいいとか自分の必要なパソコンを買ったらいいと思います課題するだけとかやったら別にどれぐらいのスペックでも全然できるんで Windows が使えたらなんとかなるんじゃないかなって思いますメイクをする上で一番こだわるところはどこですかアイメイクが一番こだわってると思います勉強に一番集中できる場所はどこですか私はカフェか図書館ですなんか家に一人でいると結構だらけちゃうのでカフェとか図書館に行くと割とはかどるような気がしますネイルを始めたきっかけは高校の時にネイルとかしたことなくて大学生になって韓国結構ネイル安かったから可愛いなと思ってしてみましたそれがきっかけかなダイエット方法を知りたいですってことなんですけどダイエット方法は食べ物は基本的にあんまり制限してなくて、なるべく食べ過ぎないようにするぐらいで運動はマヨ TV のマイちゃんが上げてるくびれの作り方とかなんか筋トレの動画がすっごい参考になってそれをずっと見ながら真似してます留学したい大学が2年生なんですが韓国では2年先生はあまりレベルが高くないと考えられますか考えられると思います基本的に勉強できる子は4年台に行こうって感じで CA になりたいって子でもたまに4年台に行ったりとかもするので2年の専門学校を選ぶ方ってのは結構少ないような気がします自撮りアプリ何使ってますか Ulike と Snow とビューティーカムをよく使ってます好きな韓国料理はポッサムが一番好きですあとユッケビビンバもすごい好きです家で何してますか家では結構ダラダラ YouTube 見てることが多いんですけどこの新しいカメラで撮ったね Vlog も上げたいと思ってるのでよかったらそちらの動画を見てくださると嬉しいです韓国普通に学校あるの今
は学校はないです。学校なくて、でも代わりにオンライン講義っていうオンラインで授業をしてそれを聞くみたいな、一応だから講義室に集まってとか教室に集まって授業みたいなことはまだなってないです。マスクの時も普通にメイクしてますが、この辺マスクがつく部分だけ薄く、もうほぼほぼファンデーション塗らんぐらい、もうこういうとことかって紐についたりするから基本的には塗ってない。ちょっと気になるニキビがあるとことかにコンシーラーで隠すぐらいしかしてないです。韓国はやっぱりカード社会ですか、現金はほとんど持ち歩かないですかね。基本的にカードで決済します。カードって言ってもクレジットカードじゃなくて自分の口座から引き落とされるようなデビットカードっていうんですか、それを持ち歩いてる人が多い気がします。で、現金は市場とかほんまに100円200円単位とかちっちゃい買い物をするときは使ったりするんですけど、小銭になるじゃないですか、現金で払うと。なのでカードで使うことが多い気がします。で、韓国ってカード使えないお店が違法なんですよ。で、絶対にカード使えるからもうデビットカードでみんな決済って感じな気がします。これから行ってみたい国はどこですか。これはめちゃめちゃありますよ。ヨーロッパとか行ったことないから行ってみたいし、アメリカも行ったことないから行ってみたいし、行ったことない国は行きたい。大学のテスト難しいですか。めちゃめちゃ難しいです。学生の頃のあだ名は何でしたか。普通に夏美ちゃんとかなっちゃんとか夏美とか名前で呼ばれることが多かったです。暗記するときは見て覚える派ですか、書いて覚える派ですか。見て覚える派です。見て喋って、もし漢字とか英語とかでスペルを覚えないといけないようなやつやったら書いたり、頭でスペル考えて見て確認して、あ違うみたいな。基本的にはバーって書いて覚える派ではない気がします。学校のノートとかって教科ごとにどうやって分けてますか。私はルーズリーフみたいなやつのノートにこうさ、なんか分かれてるノートあるじゃないですか、ラベルみたいなついてて何個かこうページが分かれてるような、そういうページが分かれてるノートを使ってます。普段コンタクトとかしてますか。普段は今もコンタクトしてます。カラコンですね。目自体はそこまで悪くないのでカラコンもしてます。はい、こんな感じでいくつか質問に答えたんですけど、どうだったでしょうか。韓国系のね、韓国留学とか韓国語についての質問みたいな、一言でパッて答えれないような質問がかなり多くて、適当に答えちゃうのもなと思ったので、留学についてとか韓国語についての動画をまた別で近々アップしたいと思うので、よかったらぜひそちらの方をチェックしてみてください。質問コーナーっていうのは頻繁にやりたいと思ってるし、質問はインスタグラムのねストーリーの方で募集しようと思ってるので、私に質問したいなって方はぜひインスタグラムの方をフォローしてくださると嬉しいです。はい、こんな感じで今日の動画は終わりたいと思います。チャンネル登録、いいね、ぜひお願いします。コメントもね全部読んでるので、よかったらコメントもしてください。最後までご視聴いただきありがとうございます。次回の動画でお会いしましょう。ハリンでした。バイバーイ。